まあ、こういう状態で押した人がよくあるのが、僕のこう脇を下から刺してきて、このままどんどん起き上がってきて、まあ、タックルするみたいに倒してきたりとか、もしくはこう起き上がってバックというふうに反撃していくことが多いんですけど、こう脇を刺してこう起き上がってくることが多いんで、この脇を刺されちゃった時ですね、刺されちゃった時にまずこの首を狙っていきましょう。この首にこう腕ガバッと巻いてもらったら、このまま向こうの方にダイブしておでこつけに行ってください。こういう感じで相手を寝かせに行ってください。でここまで来たら、まず一つギロチンチョークで、ここまで、この首をまず腕ごと巻くんじゃなくて、直接こう相手の首を巻くようにしてください。まあ、ちょっとクラッチの形見えづらいと思うんですけど、首を巻いたらこのまま内側に絞るようにして相手の首をこう締めていきます。もう一回いきます。あ、ガードで相手の人に密着されてしまった。そしたらこのままもう起きてこられると僕は不利になるので、とりあえず首を巻いちゃってください。巻き方なんですけど、こういう感じで、自分のこの手首のここは硬いところが相手の首に当たるようにしてください。そしたらこのままもう前にダイブしちゃいましょう。でここで大事なことは、これ変にこう浮いちゃうと相手の力が強いとどんどん切られてしまって下になってしまうので、これが一番良くないです。で起きてこようとしてきたら、起きてこようとしてもらっていいですか。今度前に乗ってください。これ動きちゃってください。ここで頑張ってさらに乗ってようとしてもらって、結構起きにくいと思います。僕がやっちゃいけないのはここで引っ張って決めようとする。これ引っ張って決めようとすると起き上がってしまって、起き上がってしまって、ここらでギロチンチョーク決まるんです。なんで引っ張るんじゃなくて、あくまで体重はここにドーンとついてください。この感じで、さっきまあさせといちゃったんですけど、ちょっと肩でこういう感じでやってます。ここまで来たら、相手の人は起き上がろう、起き上がろうとしてくるので、ここで首に差し込んだら、このまま相手の頭をこじりさせるような、この方向に行ってください。で、ちょっと手の使い方説明します。手の使い方は、ここで首を巻いていたら、自分の拳の、このここです。ここ4本目、ここに握ってもらって、ここ大事です。そしたら、肩を落としに行くからです。ギロチンチョーク決めに行くときは、引っ張ると決まらないです。肩を落として、こっちの右手で引き上げるようにしてください。こういう感じです。ちょっと何回か自分で練習してもらうと、こうクラッチも読んでください。こっちがグーで、こっちです。で、ここの輪っかを潰しに行くような感じです。で相手の人がどうなったら苦しいかというと、正座しておいてもいいですか。相手の頭を、ね、こう引っ張るというよりは前にこう押し潰すような感じです。グーッと押し潰していって、こうタップを行う感じです。なんでこの状態でやると、落としにかかる感じです。こういう感じで、で相手の頭は脇の下に押し込む感じです。ダメなのは引っ張る、ここに感じです。これなんです。で、肩を落としにいって絞り込むようにしていきます。こういう感じで、一回じゃあハーフガードから入っていきます。今の動きをハーフガードの相手に対してやります。脇を刺していったら、抱えましょう。抱えたら、まず相手を背中つかせに抱えて、前にダイブしてください。でここでも上の人たちを起き上がろうとしてみてください。起き上がれないか。そしたらこの手で前にして、このまま前に上に押してみてください。じゃあこの動きを練習しましょうか。いってみましょう。でここからに、パスガードつなげていくんですけど、ここで相手のことを決められない場合は、自分の左の膝をうまく使っていって、こういう感じで足回しをして落としに行きましょう。膝が抜けたら、このまま外側に膝をつきに行って、ここまで来たら両足、足回しでマウントポジションまで行きます。でここまで来たらこの首を離しちゃっていいんで、しっかり離してしっかりマウントポジションを確定してください。ここで起き上がってきたら展開して、ギロチンチョークになっていきます。でしっかり押さえ込んで、ここで決めに行こうとするけど、まあ、うまいこと決めるようになります。そしたらこの左の足、こっちの足空いてるんで、こっちの足を足回しまた使ってください。でこいつで落としながら膝を外側に入れていきましょう。で膝が外側まで抜けたら、両足をポンと回していきます。この時に良くなるのは、片方の足だけ先に抜いちゃうと、これ結構挟まれちゃいます。挟まれてもう一回ハーフガード絡まれちゃいます。こっちでもそうですし、こっちの足で抜けてここまで来て、こっちの足先に抜いちゃうと、当然これもう一回絡まれてしまうので、なるべく両足をね、ガハラでまたさ、そしたら両足なるべく同時にポンと抜けるようにしてください。そしたらこっちの足、この足、ここの隙間あると、またこれも挟まれてしまうので、こうやって足を
まっすぐ伸ばしていくんですね。まっすぐ伸ばして、こういう感じで止まってしまうんで、ここまで来たらお尻の下にこいつを隠してやってください。そうすると挟めなくなるんで。あとこれもいつもいつまでも首持ってると強いグリッチが来た時にまたひっくり返りやすくなってしまうんで、まあ、ここで標準着取れるという人はこれついてるんですけど、なるべくひっくり返りたくないんで手を離してしっかり手を離すことでグリッチ打たれてもまっすぐにつかめます。わかります。脇を刺してきたら首を取っておでこを刺してください。で、フロントチョークを狙いながらこっちの足をうまく使っていってください。あとこれね、ブリッジするときに合わすっていう方法もあります。ブリッジするし、してくるときっていうのは絶対両足遠いけるはずなんで、ブリッジしてきたときに膝をこっちにつけに行ってください。そうすると結構簡単にマウントポジション取れます。なので結構ブリッジ打ってきたときっていうのは逆にこうチャンスだったりするんで、ここ向きに行くときに相手の人がブリッジ打ってくるんで、ここで足こっちに行きます。1回だけさ刺してきたら首巻いておでこつきましょう。でフロントチョークを狙いながらこっちの足を使って膝まで握ってください。膝が外についたら両足外して、で最後マウントポジションですね。じゃあちょっと細かい感じのやつ、はい、これねブリッジでどうしても返さないといけると思うんですけど、今回足をちょっとこのブリッジで返さない方向、多分この今一番ベースが弱い方向でこの辺やと思う。こっちに向かってブリッジ打たれるとちょっと弱いかなと思うんで、なんでブリッジで返りそうな人はこっちの方に足を張ってみてください。するとブリッジ打つ人も結構これが効いてくるんで、こんな感じでやってみます。でブリッジとか打ってくると脇刺せることが多いんで、脇刺せることだったら脇刺してください。脇を刺せたらこっち側に手を振りスライスパッと、これも両親になるんで両親の感じして頭を内側に入れてください。膝を内側に腰を振ると2サイズパスなので、腕をもらって足蹴って相手の方に行ってください。ここまで取れます。さっきは膝を外側に持ってマウントポジションなんですけど、今度は膝を内側に来ている感じです。マウントポジションこの場所に入れたら、それぞれグリップが落ちてしまったらマッチさせることが多いので、マッチさせてください。さっきを取ったらここはフロップで行くので、まず頭を内側に置いたら、このまま膝を今度は内側に向けていきます。でここまで来たらこの足を蹴って